少し黒くなっている皮の部分が、うん、チンダミを、うんうん、せっかくいい歌とかが台無しになるんですよ、うん、じゃあ実際に聴いてみたいと思います、はい、馬が通ってなかったですね。これもなんかポイントとかあるんですか？馬はですね、竹でできている素材で、うん、まあ、弦の振動を胴に伝える役割があるんですけど、はいはい、ちょっと踏み込んだ話をすると少しですね、前面のところが黒くなってるんですよ。前と後ろ逆につけちゃう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、倒れやすくなる。少し黒くなっている皮の部分が、うん、上の方になる、うん、ここ気をつけてください。で、ここの距離はだいたい指3本から4本と言われてます。どっちにしようかな。4本でいいかもしれない。女性の方とかも手とか小さい方いるので、うん、できました。はい、じゃあチンダミを。はい、これがめっちゃ苦手。これができない。なるほど、難しい。これがね、回らないわけよ。じゃあ今日は私が特別に。もうキーが高いです、うん、回し方としましては、糸倉という糸を格納するスペースがあるんですけど、少し横に指をかけれる場所があるので親指を当てて、うん、と回す、はい、で中汁の場合は逆にこの糸倉の外側に小指をこう持ってきて、親指をこう軸にして回していくっていう感じですね、はい、後ろの場合は親指がこのくぼみの部分にきます、うん、カツカツ言うてます ね、あまり弾いてないのかな、うん、バレてる。ちょっとやってみたい。はい、微調整しましょう。オッケー。にじるから一番下。はい。オッケー。中汁。ここがちょっと高いので、小指を糸倉の下にできて、クッと。高いってことは下げるってこと？下げる。下げるんだっけ？下げる。こう回します。はい、下側に回ってる。あ、こうだ。そう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 。親指と小指でこう挟む感じで固定して、この力でやるんですよ。あ、なるほど。オッケー。男弦ですね、一番下の、はい、低い弦で、親指こっちで、小指と親指でちょっと挟んで、はい、こういう感じ。いや、少し高いのでもうちょっと下げましょう。 OK。 そうなんです、本当に微妙なんですけど。微妙だね、すげえ。この微妙を合わせていくのが結構大事で、若干音がずれちゃうとせっかくいい歌とかが台無しになるんですよ。ここをしっかりシビアにやってみます。はい、OK です。はい。長弦も終わったところで、実際に弦をバチで弾いてみましょう。はい、垂直にポンと。はい。手をレントゲン取って。カリオシ。死んでる。なるほど。例えば細いスプーンとかで。音全然違うの分かりますか？違う。